はい、温泉でございます。おはようございますというところで遊んでおきやっていきたいなと思います。さて、いよいよ昨日からですかね、昨日から仕事、始めの方もいらっしゃったり、今日から仕事を始めの方もいらっしゃるんでしょうか。またね、あのサービス業の方とかは元旦から、働いてる方もねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、今日からねまた新しい1年が始まる人が多いのかな、頑張っていきましょうというところで、一応あのいろんな人に聞いたんですけど、今日からが多かったんで、今日を、はい、あの頑張りましょうので一言で始まっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、まあ言ってもね、みんな頑張ってるんですよね。ただ世の中なんでね、頑張ってる以上にね結果を出さなきゃいけないっていうのが、まあ社会なんでしょうがないのかなと思うんですけども、はい、というところで、長い人は、3連休明けて10日からの人もいるんですかね、休みだって。今日今日何日今日5か、5で5、6働いたらまた3連休の人も多いのかなと思いますし、はい、なのでまあつなげちゃって12連休とかしちゃってる人もいるんでしょうかね。はい、まあ企業さんによってはね、年頭のあの社長さんの挨拶とか会長さんの挨拶があってとかね、いろいろ、あ、まあ部署、まあ部とかある会社さんとかだとね、部署ごとでね、あのなんかいろいろ今年はどうするとか抱負とかね、やったりとかするのかなと思うんですけどね、皆さんはいかがでしょうかというところで、今日もねやっていきたいなと思います。はい、まずは、ガチャのお知らせが来ておりまして、新春キャンペーンというところで、新春終わると春節もあるんでね、まあ、2月だっけ春節ってね、そっちの方もまた盛り上がる。まさかの中学生でいいのかな、高校生なのかな、多分中学生で、ヒューガ君は新たなチームスキル、そしてたけしが新必殺技パス、パスか、490パスかな、520のパスとか、これ移植用ですよね。で、反町君はなぜかよくわからないけど、海外選手に対して力を発揮するって書いてあるんですけど、うん、まあ今、キーパー若林だしね、と思ってね。まあ、チームスキルに関してはおそらく、まあ、日本系のチームスキルブーストさせちゃうと、まあ、あのバグってしまうのでおかしくなっちゃうので、おそらくまた昔みたく中学生ならとかかなと思います。はい、中学生、ただ今回は中学生5人入れると7パーアップとか、あ、7パーじゃない、28アップとかになると、中学生をね強引に入れ始めたりとかね、もしくは中学生を3人入れるとチームスキルが、27とかになると結構えぐい、厄介というかえぐいなっていうような感じがしますね。正直今若林なので、ヒューガ君がシューター、まあ自分はヒューガ君、チャンスがあればホットラインでたけしで、ヒューガ君でやってるんですけど、まあ多くの方とか日本派じゃない方からすれば、ヒューガ君おそらくね使ってない人もいるかなと思いますし、ヒューガ君がどちらかというと運び屋だったり守備の役目の人も多いのかなと思うので、まあ、チームスキル注目なところですかね。まあおそらく中学生系のパラアップかなと。そのために、今ねガチャこの子たちやってますもんね。フェスあと1日ということで金曜日までなので、まあ、フェス諦めれない方は、はい、頑張って取るしかないなというので、まあ、この中学生3人ですね。はい、この3人ちょうど今回のライジングサンのガチャで凸素材にしちゃって4凸じゃないんですよね、自分で。はい、でもう、この新田くんなんかもう何回か使い回しで4凸使い回しちゃったんで全然いなくて、これを取っとくともしかしたらフィーバーするかもしれないよっていうことですよね。はい、まあ過去キャラでねフィーバーしてそれなりに楽しめるんだったらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあブラジルデバフに対抗できるのは中学デバフだよみたいな感じになるとまた面白いのかなと思います。はい、まあ一時はやっぱりその、中学校デバフの方ね、まあ、あの3周年の前の時に、まあ、クラブ系もそうなんですけど、一回めちゃめちゃなんだろうな、そっちに全振り2ヶ月くらいか3ヶ月くらい本当に中学校パが鬼のようにバフ盛りになってめちゃめちゃ強い時期があったんですけど、その時ってあの周年で全部崩壊してしまって、技移植した方とかね、中学校、例えばこの今、ね、映ってた松山君とか、あの中学生のキャラに技全部移植してしまって、結局その周年で全部崩壊してしまって何だったんだろうねみたいな時もあったので、まあちょっとねこういうそのトリッキーな方向性のものに関しては、一つね、
余裕があるっていうか腹決めてやらないと結構事故るのかなというような印象ですね。はい、しかもねこの今の短期間サイクルの中で、うん、前見たけどこの中学生パーが今強いねっていうのがこう変化にこうみんなついてってやるかどうかっていうところと、まあ、あとは結構凸素材で使っちゃってるんでまだ4凸で残してる人が何人くらいいるかなというところ、ちなみに自分はゼロなんで、まあ、ちょっときついなとちょっと思いました。はい、ちなみにあの中学生のあのデッキのキャラクターたちってあのデバフのキャラクターなんですけどそんなにごっつくないですよね。6とか 6.5 なので、まあ、そこまででもないのかなとちょっと思います。はい、まあ、ハイとかでねあの使ってる人とかもいましたけど、まあ、捨て的にはあのデバフしっかりあの効かせることができれば悪くないのかなという印象と、あとまあ今フェスのキャラクター 6% ですので、まあ、同じようにね 6%、6.5% っていうのを持ってる分、まああのバフ値とかではまあ悪くない数字を取れるかなと思うんですが、まあ結果的にはねご利用されたりとか、まあ、そのキャラクターの守備取れなかったりす、あの守備でなかったりするので、まあなんともというところですかね。はい、まあ実際ね内容ちょっとチェックしてみてというのと、まあ日本パやってる方でたけしのパスを取っとかなきゃいけないなとここで思うかどうかですね。はい、まあでもねご利用しできるかどうかもこれトーマチェック見ないと分かんないですけど、490になったら中央エリアでタケシはゴリパスできるのかなっていうところで、まあ、ゴリ出るならみんな取るのかなってちょっとね思うんですけれど、はい、うーんどうでしょうか。今なんだっけついてるパス、今ついてあはいほら脳突ですわ。 ここはねなぜか4突できてるんですよね。はい、あでそれはどうでもよくて、なかなか出てこないな。開いた。今は、どれだ？あ、クラ、ん？テクニカルクロス440か。なるほど。まあおそらく中学生なのに490のパスを持つ高校生かわからないけど、多分中学生だと思うんですけど、中学生なのに490のパスを持つたけしが出てくるというね謎の現象。なんでライジングさんのキャラクターが440で中学生490とかなんだよってなりそうな感じがしますけどね。はい、まあね今ねみんななんか技も500とか520とかにねなり始めちゃったんで、まあ、どうなのかなと思うところでございます。はい、さあ今週ははい、そして来週は連盟対抗戦というところで、まあ、準備というところと、まあ、来週はメダル集めというような1週間なので、まあ、メダル集めながら連盟対抗戦やって、まあ、ランクマですかね、まあ、少しずつ進んでいくというような形でしょうかね。はい、まあ勝率は11-12-1というような形で 5% ずつくらい落ちてるかな、 5% ずつくらい落ちてるんだ、 5% ずつ 5% ずつ 5% ずつもうちょい落ちてるのか。はい、まあ結構ねやっぱ混戦になってしまうのと、まあ、YouTube ライブでも言ってたんですけど今ブラジルっていうかデバフにもう全く対応ができないんで、デバフが出てきた瞬間にデバフっていうかデバフ食らった瞬間にどうもできない自分がいるので、今までだったらデバフラッキーっていう感じだったんですけど、デバフだったらどうにもできないなと思いながら試合をして、ああはいはいっていう感じになってしまうっていうね。うん、まあそこはね頑張りはするんですけどね、やっぱね頑張りきれないですね。はい、まあ、ちょっとガードも考えなきゃいけないんですけど、まあ今のところね多くもう試合の大体9割くらいがモリパと合うんで、まあその1割くらいのデバフの人とね、デバフの割合がね増えてくればガードも真剣に考えていくんですけど、今のところなので金曜日が、まあ、デバフのキャラクターがどうかっていうのもねまた一つ、まあ、気になるところかなというところでございます。はい、またあそうだね、あの1月3日あの YouTube ライブですね、あの新年初蹴りお越しいただいた方誠にありがとうございました。はい、ライブね見ていただいた通り、まあ日本パベースの方と、デバフブラジルの方、はいね、非常にまあやっぱり、まあ、今ここが2強なのかなと思うんですけど、まあやっぱり日本パに刺さっていくのは鬼ブラジル、鬼南米パ、鬼南米パですね、上下80超えの鬼南米パ、これはねもうめちゃめちゃ日本パに刺さるんで、まあでもね日本パーの中にやっぱりねナッツレーザーとか、入れてる人も多いですし、まあミックスの方とかはねまずねやりようがあるかなと思うんですけど、純日本でやってる人はまあ鬼ブラジルの時はね相当大変じゃないかなとちょっと思います。はい、
まあ、はい、そうですね。今、はいのアレンジが本当に、ちょっとあの、新仕様のあの、RNG のテスト期間はいつまで続くんですかね。ちょっとね、きついな。ちょっとね、自分はあの新しい RNG はですね、20% でガンガン止められちゃうんで、読み勝手もね、20% でバシーンとかなっちゃうから、あれがね、結構ちょっと嫌ですね。はい。まあでもね、ちょっとちょっと、これの YouTube ライブもそうなんですけど、多分みんなね、あの貼る人は、自由な RNG 設定どっちでもいい、旧式新式でもどっちでもできたんですけど、まあ、捨てる見る限り皆さん多分旧式を採用してたという形で、まあなんだかんだ言ってもあの旧式の方がみんないいのかなとちょっと思ったんですけど、まあそれにしてもあの若林くんね、朝トークで言ったやつが結構ネタのようにね、あの動画っていうライブ中でもあのヒデさんちょっとかわいそうでしたけど、まあね、あんな風になっていくので、もうやっぱ今までああいうライブってあんまお届けしたことないと思うんですけど、あったかな。まあもちろん1回か2回とかはありますけど、まあ試合をまたいででもね、ずっと続くとかあんまなかったんで、ちょっとね今回違うなというような印象です。はい。まあこればっかりはね、どうしてもわからないんで、なんとなくね、あの今回の3周年を通してみて、まああの上原さんがね言ってたものとはまた違って、まあ3周年前のね運営さんに戻りつつ、まあただガチャは最終的に天井あるし、まあ、あの取れないってことはなくしたけど、まあやり方的には昔と変わらんよっていうのと、あと今タップジョイあるっしょみたいな、タップジョイね、これアンケートやってる人がね、すげえあれですわ、やっぱり。ああ、ほら、これっすよ。このアンケートで、なんか自分はね、あの全然これ対象のアンケートないんですけど、人によってはもうめちゃくちゃアンケート取れで夢玉めっちゃ取ってる人いるんで、これはもう復活したらね、みんなガンガン取っていくといいんじゃないかなとちょっと思います。はい。なんかこれだけでも、もう何百個って取ってる人いるんで、これねガンガン復活するんで、まめにやった方がいいんじゃないかなと思いますね。はいはい、そんなところでなんでこれ呆れた。はい。まあ今日はその辺でちょっとね終わっていきたいなと思うんですけども、新しい1週間もう始まってる人もいるかなと思うんですけど、本年もね皆さんよろしくお願いします。また、近いうちにライブやりたいなと思うんですけど、まあ新年なんでドタバタするかなと思うんですが、まあ一応、土曜日からねまたついに、Twitter 杯の決勝トーナメントが始まっていきますので、まあね、いよいよつい、土曜日でベスト16が、ね、もう決まっていってしまう。まあ、そういう意味であの高校サッカーですね、はい、戦いの話はここまでなんですけど、高校サッカーに関してはそうなんですよ。もうなんかあっという間にもベスト4が決まってしまって、いやー、青森山田ね、先制していくかなと思ったんですけど、結局神村学園勝ったというところと、まあでもね、やっぱ今年のマラソンとかもそうですけど、駅伝、大学駅伝もそうですけど、なんかスポーツを見てるのは楽しいなってね、改めてちょっと思ったんですが、そう、今日、そう、最後の超雑談なんですけど、今日あの奥さんがね、朝からこう、出かけますよってことで、あ、じゃあどうぞどうぞみたいな形で送ってって、で、じゃあどうしようかなみたいな。で、今日自分は休みだったんですよ。今日休みで、どうしようかなとか思って、で今ブルーロックのアプリが始まったりとかして、まあ、ブルーロックのアプリやろうかなとかいう考えてたんですけど、でもまあ高校サッカーあるしなっていう、ね、12時から4時まで高校サッカーのライブ試合あるし、どうしようかなっていう考えた中で、勇気を出してブルーロックを全部見たんですよね、アニメ12話まで。あ、こういうことかというところで、まだねブルーロックのアニメ見てない人ね、ぜひちょっと見ていただけるといいんじゃないかなと思いました。はい。まあ今のその日本のサッカーに関して結構言ってる部分もあるんですけど、まあ共感できる部分も多いし、まあ今回のワールドカップで、まあどうなの、まあ戦術ってやっぱ大事だなと思った部分もあるんですけど、まあ、ブルーロックね一つちょっと面白いなっていうところがね、ああ、なるほどね、人気な理由が分かりましたというところで、まあ、非常に一回ね機会あったら見てみてもいいんじゃないかなと思いました。はい。というところで、皆さん好きなキャプテン翼以外で好きな、
サッカー漫画アニメは何でしょうかということで、カットビットでしょうか、オフサイドでしょうか、シュートでしょうか、青足だっけ、青足でしょうか、ブルーロックでしょうか、あと何やったっけサッカーのやつ、あ、ジャンプでなんか変なゼロ番みたいな、リベロの武田とかあったよね、確かね、忘れちゃったけどあれ単行本とか持ってたけど内容忘れちゃったな。あとサッカー少女楓ちゃんみたいなのとかねあったし、あ、それはまあ高橋先生か。あと何があった、チビ、チビはボクシングの話か、高橋先生のやつはい、そんなところで今日はこの辺で終わっていきたいなと思うんですが、皆さん好きなサッカー漫画ぜひねあれば教えてください。あ、ジャイキリとかもありましたね、はい、すいません、あんま出てこなかったな、パッと、はい、それで今日はこの辺で終わっていきたいなと思います、いつもご視聴ありがとうございます、それではまた。